ルイ・ロデレールは、フランスの世界有数なシャンパン製造会社、あるいは同社が製造するシャンパンのブランド名。創業年は1776年、最高級シャンパンで有名なクリスタルを有する。ワイン業界にも、他業種が参入し巨大なカルテルが誕生する中、1819年以来、一族による家族経営を守り通す希少なシャンパンメゾンである。本社は、ランスにある。 ルイ・ロデレールでは214ヘクタールもの広大な自社畑を所有しており、生産されるシャンパーニュのうち、約2、3をこの自社ブドウによってまかなっている。ルイ・ロデレールは自社シャンパンの他にも、世界の各地にワイナリーを展開し、有名トーを参加に有する。カリフォルニアにロデレールエステート、シャンパーニュ地方のデューツ、ポルトガルのラモスピント、プロバンスのドメーヌオット、 ボルドーのシャトードペズ、ボルドーの応募セジュールである。そして2007年1月より、ボルドーのポーヤック、シャトー、ピションロングビルコンテスドラランドとメドック、シャトーベルナドットを参加に入れる。ルイ・ロデレール保有する、自社畑はネゴシアン・マニピュランで最大の214ヘクタール。シャンパーニュ地方のモンターニュ・ドランス、コートデ・ブラン、バレドラ・マルヌの3地区からバランスよく、 格付け95から100%の有料な畑のドウを収穫し、生産量の約2、3を賄っなっている。ルイ・ロデレールには150たるほどのリザーブワインが保管されている。リザーブワインとは、ノンビンテージシャンパーニュに混ぜるブレンド用ワインであり、味わいに複雑さや深みを出すことができる。リザーブワインはブレンドの要である。ロデレールでは40もの異なるクルーから、 それぞれ仕立てられた2から6年もののリザーブワインを、樽ごと所有し、専用のセラーに貯蔵している。ロデレールのキュベの一つ、ブルットプルミエには贅沢にも90%もこの、リザーブワインが使われている。さらに出荷前に、瓶熟成の間に目減りした分を補う、角でノりキュールも古い木製のオーダルで最低でも5年、熟成したものを使う。ルイ・ロデレールは、 リキュールワインを長期熟成させるただ一つのメゾンである。ルイ・ロデレールのクラシックなシャンパンであり、最も高度なブレンド技術を要するキュベである。セパージュはシャルドネ30%、ピノノワール50%、ピノムニエ20%。オリと共に3年間の熟成後、ブレンドの調和を最上にするためにさらに6ヶ月間、熟成されるため、爽やかさと、 絶妙な繊細さのブルットプルミエが誕生する。4種のリザーブワインにより複雑性と濃く、まろやかさが現れる。1833年、ルイ・ロデレールが、おじの会社を受け継ぐとき、自身の名前を会社名にし、次々と新たな市場開拓に乗り込む。最も需要の高かったロシアではツァーリが、ルイ・ロデレールのシャンパンの虜となる。ツァーリのソムリエが、毎年ランスを訪れ、 ロデレールの醸造責任者と共に、サーリンのための特別シャンパンを作ったという。1876年、アレクサンドル二世はお気に入りであるロデレールのシャンパンボトルが並べた時にどれである格別をつけるために、そこが分厚く、クリスタルで作られたボトルを特注した。これが今でも一世紀以上にわたりロデレールの代表的シャンパンとして、世界のプレステージキュベとして愛飲されているクリスタルの 誕生話である。セパージュは、シャルドネとピノノワールの2種類のブレンドで、ブレンド比率は、年ごとに変動するが、平均して半々である。ロデレール社の畑から厳選した最良のクリュの実が、使用される至高のシャンパンとして、絶対なる地位を確立している。アタックは豊かで柔らか。優雅さと、純粋さを追求したシャンパン。ルイ・ロデレールのオフィシャルサイトによると、 原行品のクリスタルの味わいは、芳醇でパワフル。熟成により整えられたスタイルが繊細。シルクのような滑らかさで赤い果実、ホワイトチョコレート、キャラメル、バターの風味が広がる。市場に売り出されているクリスタルには、特徴的なイエローセロファンが巻かれており、これは透明なボトルを紫外線から守るためであり、商標登録されている。クリスタルは高級シャンパンとして、 セリブに愛され、特にアメリカでは成功者の象徴とされてきた。そのため、ヒップホップのアーティストたちもミュージックビデオの小道具として多用していたが、2006年にクリスタルの販売元であるルイス・ロデラー・クリスタル社のマネージングディレクターだったフレデリック・ルーソが雑誌ザ・エコノミストにて、ラッパーたちがクリスタルを好むことに対し、単なる物好き。 その手の人々に好まれるのは本意でない、ドンペリニオンやクルックならば、彼らと一緒にビジネスをすることを喜ぶだろうと語った。これらの発言を人種差別的だとし、JZ が自ら経営するスポーツバー40、40にて、クリスタルの取り扱いを中止する。今後、高級シャンパンを求める顧客には、クリスタルの代わりにドンペリニオン、クルックを提供していくと発表。 同時にヒップホップのアーティストたちの間で一気にクリスタル不買運動が広がった。こうした動きを受け問題発言を行ったフレデリック・ルーソはルイロ・デレール社は1776年以来すべての文化やアートに対してオープンで寛容な姿勢を取り続けることで存続してきたものであり、それは最新の音楽とファッションのスタイルであるヒップホップも含んでいるとコメントし、 人種差別的な意図はなかったと弁明したが、一度、失った信頼を回復することはできず、クリスタルはミュージックビデオから姿を消した。以降、ヒップホップの PV では、スペードのエースのマークをあしらった、別の高級シャンパン、アルマンド・ブリニャックが使用されるようになった。ありがとうございます。